皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋のサクでございます。それでは前回の続きやっていきましょう。マリオ寝てる場合じゃないぜ。はい、ということで、前回ね、スタームーンじゃないわ、パワームーンをいろいろ集めてからやりましょうかみたいな話をしたんだけど、このお兄さんにね、話をしたら、ホリン市長がまだ何かお困りの様子でしたということで、まあ、多分ですけど、今からね、いろいろそのパワームーン探しに行こうと思ったんだけど、せっかくね、街が綺麗になってるので、やっぱりみんなと一緒に見ようかなと思って、はい、今からね、一緒に見ようかなと思います。はい。お、メインストリート入り口、市長はすごい方ですね。おお、ついにあれですよ。CM と同じあれになりましたね。ちょっと待って、これ大縄跳びとか入れんの？これ。縄跳びませんか？やるやる。行くよ行くよ、ほんと行くよ。ええ、何？またちょっとさせてくださいって。じゃもう一回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 。よし。オーケー。お、これ何これ？これ何回やったらいいの？お、これただの遊び？これでもしかしてパワームーンもらえるんじゃない？はい、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 いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃないですか？スピードアップどうぞどうぞ。はい、はい、はい、どうぞどうぞ。おっと、ちょっとそろそろタイミング合わなくなってきたよ。タイミング合わないよ。おっしゃ、パワームーン、パワームーン、パワームーン。おっしゃ、パワームーン、やっぱりゲット。縄跳び名人、ありがとうございます。これ、いろいろあるね。やっぱ面白いね。はい、ということで、変なやつ終わったんですけど、待ってよ。これ、なんかできないのかな？ちょっと待って。探し物は何だろうな。それはそれは。ビリビリ電線工事。どこにあるかわからん。探してみてよ。ピッピッピー。はい。まあ、そういうのはまあいいんですけど、とりあえずね、その市長さんのところにね、行くついでにいろいろこう街を散策して、まあ、パワームーンを探していこうというふうに今やっております。はい。ということで、ちょっとこの辺ね、さっきいろいろ大変戦ったところだったんだけど、お、なになに、これどうやったら手に入るの、これ。あ、これもなんかあれだな、多分戦い系ですね、これ。戦い？これどうやって、どうやるんですか、これ。キャプチャー？怒られるよ、そんなことしたら。これどうやったら入れるのかな、これ。あ、上から？上からじゃないよね。なんかにチャレンジするんじゃない、これ。あ、ミニカーへの愛か。ミニカーへの愛か。なんか多分あれでしょうね、多分服に着替えるんでしょうね、そういうミニカー好きの。まあいいや、とりあえずこの辺散策して、とりあえずパワームーンをいろいろ探してみたいと思います。全然パワームーンがないね。見て見て、これほら、タクシーの窓ガラスにもちゃんと映ってるんですよ、反射して。これ塔がすごくない？ちょっとクラクション鳴らされちゃったけど。はい、ということで、引き続きね、ちょっと探していきますよ。あれを、コインとかを、コインじゃないわ、パワームーンをね。はい、今ね、いろいろこう、パワームーンを探してる旅に出てるんですけど、ここのパワームーンがね、一番面白いんで、ちょっと皆さんにお伝えしようかなと思います。お見せしようかなと思います。見てください、この通勤のような状態。ここにね、キャプチャーすると向こうに出るんですよ、この奥に。で、制限時間内にこのビジネスマンと OL を一気に飛び越えて、こう踏み越えて、一気にこれを取りに行かないと取れないという。おお、ギリ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 です。ギリギリでした。こういう風なね、ちょっとシビアなやつがありました。はい。ということで、このままこのマリオブラザーズ行きましょう。結局ね、散策しすぎてまだ全然市長のとこ行ってないんですよ。なので、まあ、これが終わり次第ね、ちょっと行こうと思います。はい。で、おそらく今日は集まって、コインが全部集まって、コインじゃないわ、パワームーンが集まって、いよいよ行きましょうみたいな感じでね、次の国に、そういうパートで終わると思います。おっと、なんだこれは。ちょっと待って、帰れるよね、さっきのところに帰れるよね。これ変なとこ来たよ。ここで体を鍛えていきます。あそこにムーン見えてるな。お、これどうやるってこと？あ、うわ、これは。こういうことね。よし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 。こういうことね。オッケーオッケー。なんかちょっと若干なんか面白いけど、これ。
よし、こう行って、こう行って、こうよね。よし、これそのまま大車輪とか行けそう、これそのまま。素晴らしい身体能力、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと待って、これどうすんの。こっちに来たけど、こっち何もないから、やっぱりこっち行かないとダメですね。怖いけど行きましょう。よし、今度さっきと逆になったからね。逆になったよ。こうして壁キック OK。 こっからはよし、こうして壁キック OK。 よっしゃ、これでどこまで登れる。おっ、 OK、 完璧、気持ちよく取れた、ユークラムーン。そう、これでこれ以上は多分上には行けなさそうだね。こっからじゃあこれで行きましょう。これこっち行けるから、こっち行ったらいいよね。はい、ちょっとでも衝撃姿勢、衝撃、あ、こっからが本番ですよ。おっと、セーブさせてくれないのか。よし、でもね、もうコツ掴んだからね、大丈夫ですよ。ちょっと待って、これあのカメラワークがちょっとこうだね。よし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 、マリオちょっと頑張れよ、マリオ頑張れよ。次行くわ、次行くわ、ここで行くわ。よし、 OK、 このコインはもう怖いよ、これは取らないよ。 OKOKOK、 今結構危なかったよ、今結構危なかったけど、なんとか取りました。よし、 OK、 いいんじゃない、これで取ったよ、完璧。ぶら下がって高層ビルディング、はい、なかなか面白い、これいいね、これ雲の上って感じだね。 OK、 キャプチャーして戻りましょう、あの世界に。はい、帰ってきました。そしてこの木の上のコインを取りましょう。さあ、ここに帰ってきました。このみんなと一緒にこれ通勤しましょう。ここ結構面白いよね、これ女の子とかも踏めるんですよ、これ痛そう。はい、失礼にも程があるよね。これ一緒に入れるのかな。あ、これはダメか、ダメなのか。またなんか面白そうなところに来たね。これ結構どういう風な感じでパワームーンになるのかよくわかんないね、これね。ちょっと全然こっちから見えないんだけど。あ、そういうことか。はい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 、これも面白いな。こういうちょっと爆走暴走族になってるよ今。おい、早く早く、おい、食らってる食らってる、ちょっとちょっとちょっと急げ急げ急げの急げの。これキャプチャーしてこのティラノサウルスに今からなれるっていう反則技はないか。これちょっと待って待って待って、これどういうのか見れないからちょっと困るな、困るな、ちょっと困りますね、マリオマリオ。おっと、このタイミングで。とりあえずね、さっきのコースはなんかティラノサウルスから逃げる途中に1個あって、そして脱走が終わったら1個あってみたいな感じでしたね。なんか街中の方がなんか難しいね、パワームーン探すのが。これ車の上とか乗れるすごいジャンプできるね。あとで怒られそうだけど、まあこれでね、一通り散策終わったんで、今からねこの市長のとこ行きましょう。これで、はい、正面広場、ここですよ、ここ。はいはい、ありがとうございます。街はだいぶ元に戻ってきました。こういう時こそ伝統のフェスティバルを開催したいのです。4人の演奏者、あー、4人の演奏者、まずそこいるじゃん、まずこれ。はい、じゃあ協力お願いします。お、ということは4人見つけたら4人パワームーンがもらえるってことだね、これね。 OK、 余裕、これであと 1,2,3,4、 うん、 OK OK、メインホール。あ、ごめんなさい、市長ごめん。はい、声をかけていただいたということで、あと3人必要ですと。うん、OKOK、 じゃあちょっとね、それもやっていきたいと思います。あの屋上に演奏者がいるよね、あそこに行きたいな。あそこの屋上とかどうやって行くんだろう。いたいた、こいつだよね、さっきいたもんね、こいつこいつ、こいつに話しかけよう。何ですか。よし、これで2人見つけたからね、あと2人でちょうど終われるようにしよう、このパート。
でもまだ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 あるな。あと2人ね、あと2人、あの2人分かるんですよ、あのビルの屋上にいることを。あともう1人がどっかにいるんですよね。よし、じゃあ早速ね、散策もう1回していきましょう。あそこに演奏者いるよね。あそこだわ。この電線、あそこの電線を通ればいいから、この下から降りていけばいいね。よし、OK。ちょっと怖いけど、ここからちょっと、これ本当に人間死ぬけどね、本当はね。よし、OK、OK。うわー、なんか怖い。OK。衝撃防止姿勢。これでいいよね。これで向こう行けるもんね。ボリン市長、すごいお方ですよ。ん？憧れ？憧れから同じような帽子かぶってます。あ、なるほどね。はい、じゃあ向こう行きます。はい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 、これね、高校にも、はい、いましたよ。おお、なるほど。初めからちょうだいよね。 OK、 ベーシスト参入。あ、今のがギターか。これがベーシスト。あと一人ね、あと一人分かってるんですよ。あの人数がめっちゃ増えてきてるね。分かってるんですよ。あのビルの屋上にいることは分かってるんですけどね。まあとりあえずちょっと散策をもう一度開始したいと思います。はい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 、向こう行けるよ。あの演奏者もこういう風にしてこっちに渡ったのか。すごいやつだなこいつ。 OK、 これで4人揃ったよ全員。トランペットか。ホーム市長が、はい、はい、ありがとうございます。これで今日終わりたかったけど、まだ余ってるからね。まだトランペッタ参入、ありがとうございます。これで全員揃いました。地下の発電所、オッケーオッケー。地下の発電所、さっきなんか言ってたな。なんかね、地下の発電所に行くときはここここここになんかさっき車が止まってたんだけど、あ、車が消えてるね。お、行けるじゃん。もうマンホールが開かなくなってます。なんで動く。お、すげえ。うわ、すげえ。キャッピーすごいぜ。どう？わ、何をしたのですか？じゃあ俺行ってくるわ。はい、地下の発電所、さあサクッと終わらしましょう。お、なんか誰かいる。パックンが占領してんのか。よし、ここからは本領発揮だ。マリオの本領発揮といきましょう。またいたわ、俺これ怖い怖いよこれ。よし、 OK。 止まるのね。よし、 OK。 そしてこのポイズンパックンはしっかりと倒します。そしてこれちょっと難しいな、こっち行くのね。よし、 OK。 どうやるのこれ。あ、これで消えるのか。 OK、 ちょっとあのコインは危ないからやめときます。いや、でもちょっとこれやろう。 OK、 気持ちいいわ、やっぱり気持ちいい。そしてこれをやると、やらないか。 OK、 これでこっちですね。はい、よいしょ。おっとっと、いって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 、危ない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 。よし、ちょっととりあえずね、毒の沼地を全部、あのあれですね、トラマナじゃなくて、あのこのキャッピーで全部きれいにしておきましょう。こういうことね。これは結構難しいな。 OKOK、 これでいけます、これでいけますよ。よし、 OK。 よし、これでハートも取って、あと上に行くだけですね。これ地下の発電所で多分まあパワームーンがまたもらえるんだけど、そこまでどうやって行くかなんですよね。ちょっと今のまんまじゃよく分かんないんで。なるほどね、これちょっと安定するまで待とう。これはね、
これ止まるまで待ったら縦になっちゃうからしっかりと行かないといけないね。次行くよ。よし、こうよ。 OK、 こうの OK。 あ、よかったよかった、なんとか行けた。よしよし、 OKOK。 お、また市長がいるよ。これ市長だよね。市長どうやって来たのよ。市長さん特別ルートがあるんだったら私も連れて行ってよ。さあ、ということで行きます。ポイズン気をつけて、ポイズン気をつけて、ポイズンを。よし、オッケー。これオッケーオッケーオッケー。これ後で取ろう、ポイズン汚いよ。よしよし、オッケーオッケー。よし、いってて、危ない。倒せ。よし、なんとか倒した。危なかった。はいはいはい、コインもしっかりゲットしてからね。よし、 OK。 さあ、なんとか終わりましたね。あと1個ありますけどね。さあ、これでフェスティバルが開催できるよね。はい、マリオなんと素晴らしいやつなんだ。これで動きます。そして俺が押すんでしょ。はい、美味しいとこもらいます。いい感じに動いてるよ。あ、パワームーンちょうだい、それちょうだい。あれ、はいはい、ありがとうございます。開催してやるよ。これでムーンくれたら俺言うことないで。よし、伝統のフェスティバル参加、そしてパワームーン最後もらえるよね。それで終わるよ今日は。あ、これやばいやばい、これめっちゃいいやつじゃん。これこの曲好きになりましたから。マリオオデッセイのテーマソングじゃんこれ。しかも市長がボーカル。はい、これはどうするの。マリオ参加していいの。これゴールを目指してください。ジャンプ、何入るんだね。これお、なんか面白そう。おっと、こうなるけど、お、なんかめっちゃ面白い。これマリオオデッセイの曲じゃん。どういう風にこの土管が使ってるの、繋がってるのが気になるけど、ちょっと完全に見てなかった今の。完全に、はい、しっかりハートないのか。よし、行くぜ。いいね、このフェスティバル結構面白い。これはなんか、これでもし最後にパワームーン取れたら OK、取れたら言うことない状態でこのパートが終わる。おちょっと待って、今度逆だね。よし、 OK。 よし、こうはい、ホップステップジャンピング。よしよし、 OK。 よし、 OK。 いいよ。この次よ。さあ、こんな、おっと、やばいよやばいけど、ちょっと強引にゴリ押ししたよ。そしてこれはもうすぐ終わりじゃないのか。テーマ曲と一緒に終わりたい。お、こうか。お、いい感じ。おっと、まだ続くのか。よし、さあ、マリオで鍛えた腕だ。やばい、お、危ねえ、危ねえ。やばい、ちょっと待って、これ取るまでに死ぬなよ。よし、OK、よし、OK、いいよ、OK と書いてある。違う、DK だわ。ドンキーコング、いつからドンキーコングがスポンサーになったんだ。さあ、行こう。夢の地へ、さあ行こうマリオ。 OK、 DK ジャングル、さあ DK 行こう。さあ夢の地へ向かって、さあ進め。おっと、痛いけどすぐに OK、 復帰だ。お、 DK、 こっちの DK か。なるほど、そういうことか。 OK、 倒したぜ。なんか懐かしい画面だった。さあ間もなくこれで最後の1個でしょ。どう最後の1個じゃない。
切った。やったー、ありがとう市長。ちょっとマリオも一緒にさ、一緒に踊ろう。このあの身長さよ、このモデル体型とこのドラえもん体型のこの2曲かよこれ。あ、マリオも踊るねこれ、こうやって置いてた。ちょっと待ってね。お、マリオいいね、マリオ仲良く踊って、これいいね、マリオ。さあいただきます。いいね、なんかこれ一番いい終わり方だわ、これ。伝統のフェスティバルで終われるとか。はい、ということでフェスティバルが終わりました。皆さん22個まで集めました、なんとかね。はい、ということでこれで次の国に行けます。次の国に行けますので、次回一体何の国になるのか分かんないけど、次進んでいきたいと思います。それでは本日はね、ここぐらいまでにしましょう。ということでまた次回ね、たまったこのパワームーンの力で新しい国に出発します。皆さんまた一緒に出発しましょう。それではね、本日もご視聴ありがとうございました。お、どこ投げてんだマリオ。視聴者さんに向かって、視聴者様に向かって投げるんじゃない。お、また投げた、また投げた、また投げた。これジョイコンだからちょっと傾けたらこうなるね。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋の作でした。